esteemed chair of the new Japanese nuclear regulator, the Nuclear Regulatory Authority of Japan. Mr. Tanaka, I give the floor to you. Thank you very much. Thank you, Chairman. ご紹介いただきました原子力規制委員会委員長の田中俊一であります。まず開催国日本の代表として、そして福島をふるさとに持つ一人として、多くの皆様のお力でこのような会議を開催できること、に改めてお礼申し上げます。2011年3月11日、日本は東日本大震災に見舞われ、東京電力福島原子力発電所では深刻な事故が起きました。敷地外にはおびただしい放射性物質が放出され、いまだ避難を余儀なくされている多くの住民がおります。この1年8ヶ月、日本は震災被害からの復興と同時に原子力災害の収束に取り組んでまいりました。その中でも原子力規制委員会という新しい組織を作る過程はまさに事故の教訓を具現化する営みでありました。そして今我々委員会が取り組んでいる課題もまた事故の教訓を根付かせる戦いでもあります。今日はこのような発言の機会をいただきましたので、原子力規制委員会の理念と取り組みを通じて、事故の教訓から我々が何をつかみ取ろうとしているのかをお話ししたいと思います。私どもに課せられた最大の課題は、地に落ちた原子力規制行政への信頼を回復させることです。特効薬のない長い道のりになります。その道のりのスタート地点はまず規制組織の独立性を確保し、規制に関する権限を一元化することでした。これまで日本の規制組織の一つであった原子力安全保安院は、経済産業省の資源エネルギー庁の中にありました。原子力を推進する官庁の中に規制機関があるということの危うさは、IAEA の2007年報告でも指摘されていた通りです。今回の組織改革では、原子力規制委員会を発足させ、環境省の外局に置きました。過去に原子力政策と関わりのなかった官庁のもとに置くことで、推進官庁からの独立を図る狙いであります。さらに、これまで複数の組織に分かれて所掌していた核セキュリティや保障措置といった分野も原子力規制委員会に一元、されることになっております。委員会が環境省のもとに置かれていると申し上げましたが、極めて独立性の高い組織であることをここで強調しておきたいと思います。規制に関わる内容は、我々5人の合議によって自律的に決定を行うことができます。委員会のもとには約500人の職員からなる事務局スタッフがおります。また、専門的技術的サービスや調査研究を行う独立行政法人 JNES も所管しております。独立性というときには政府内の推進官庁からだけではなく、政治からの独立、事業者からの独立を担保する必要があります。今回の事故の反省として、国会事故調査委員会が最も強調した点の一つであります。そこで我々が重視しているのが透明性です。委員会を原則として全面公開し、その様子をインターネットでライブ配信しているほか、私と報道官で週に3回の会見を行っています。一方で職員が非規制者と面会し、規制に関わる
関わるやり取りを行った場合には、原則議事録概要等を残し、ホームページで公開したり、委員会が外部の有識者に意見を求める場合には、選定基準を設け、事業者からの寄付の有無を公開したりする措置を取っております。今後も高い透明性を維持し、国民や世界から見てもらうことで、独立性を保つ取り柄としていきたいと考えております。発足から3ヶ月、委員会を運営していく中で、私が繰り返し強調しているのは、福島が原点であるということであります。冒頭申し上げましたが、私は福島で生まれました。18歳までを福島で過ごし、その後原子力の研究に情熱を注いだ私にとって、東京電力福島原子力発電所の事故は、人生を揺るがす出来事でした。事故後は一心に除染活動に取り組みました。今も被災地のことが私の心から離れることはありません。現在、東京電力福島第一原子力発電所は小康状態にあります。事故直後、事態がどこまで進展するかもわからなかった状況から、ここまで持ってこられたのは、現場の作業員の献身的な努力と、世界各国の皆さんからの助言や支援によるものだと思っております。日本政府と国民を代表し、改めて各国の支援にお礼を申し上げます。しかし、ここからが長い戦いになるということを我々は覚悟しています。そこで先月、原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所を特定原子力施設に指定しました。これまでいわば緊急措置として実施していた作業に法律の枠組みを設け、安全を確保しながら速やかに廃炉を進めるということが目的であります。瓦礫一つ動かすにも、水を移送するにも、通常の原子力発電所とは全く異なるリスクが存在する中で、原子力災害が発生したプラントを廃炉にするというのは未知の課題であります。この課題を克服するにあたって、原子力規制委員会は、事業者の提出した作業計画を確認するという従来の姿勢にとどまらず、委員会自らが積極的にサイト内の安全確保に関与していくことが必要だと考えています。廃炉に向けた作業が進めば、今は線量が高くて近づけない場所にもアクセスできるようになります。委員会には事故調査の権限もありますので、今後はサイトの処理と並行して事故の原因究明にも取り組むことになります。原因究明をめぐっては、IAEA でも独自の報告書が作成されるとお伺いしております。原子力規制委員会としても、この調査に全面的に協力することをお約束したいと思います。また、私が言う福島が原点だというのは、サイト内の収束のことだけではありません。放射線の有害な影響から人の健康と環境を守るという規制機関の本来の役割を果たすため、先月、健康管理検討チームを発足させました。事故による放射能汚染と長期にわたって続く住民の健康不安について、必要な事項を検討し、関係行政機関に勧告を行うことにしております。事故に学ぶということは、今後二度とこのような重大な被害を起こさないための対策を尽くすということであります。今年改正された原子炉等規制法では、原子力規制委員会に対し、来年7月までに発電用軽水炉について、新たな安全基準を策定することを求めています。現在、委員会のもとに個別のチームを立ち上げて検討を進めていますが、新基準の柱になる考え方は
3点ございます。1点はシビアアクシデント対策の義務化であります。2点目は既存の原子炉についても新基準を適用するバックヒット規定の法制化、これがポイントになります。さらに40年運転規制制限の導入であります。これらを法的な基準として盛り込むことで、今後稼働させるに十分なだけ安全ではない原子炉は稼働できないことになります。今回の事故ではこれまで想定されてきた外部事象への備えが不十分であったことが浮き彫りとなりました。そこで委員会では外部事象によるリスク評価の見直しを始めました。リスクとどう向き合うのか根本から議論し、国民の理解を得ていく必要があります。特に地震と津波については新たな知見を取り入れた基準作りが急がれます。こちらも来年7月に策定する新基準の中に示していくつもりでおります。一方、今回改正された原子力災害対策特別措置法では、地方自治体が来年3月までに防災計画を策定することが求められています。原子力規制委員会では防災計画のベースとなる災害対策指針を10月末に取りまとめました。大きな変更点の一つは避難区域の拡大です。原子力発電所からおおむね8キロとされていた従来の避難区域を5キロメートルの PAZ、30キロメートルの UPZ という設定を導入しました。この指針の考え方を実効性の高い防災計画へと具体化する作業に、自治体と連携しながら現在取り組んでいるところであります。また、EAL や OIL の設定については検討が続いています。丁寧な議論を行い、国際社会からも地元の住民からも広く理解の得られる基準を設定したいと思います。以上のような検討は委員会のもとにある検討チームで日常的に毎日のように議論されているものですが、委員会の活動の中で実際のサイトの現場で行われているものもあります。破砕帯の現地調査です。原子力発電所の敷地内に近年に活動した破砕帯があると疑われるサイトが我が国では少なくとも6カ所あるため、それら全てで現地調査を行う予定で、すでに3カ所の調査に着手いたしました。規制組織が有識者による独立の調査チームを現地に派遣するのは新しい試みです。現場を直接見て科学的に冷静な判断を行うという原子力規制委員会の精神が現れた取り組みの一つであります。委員会ではこれまで申し上げたような取り組みを着実に進めるために、外部有識者から広くレビューを受けています。国内の有識者だけではなく、一昨日はイギリス原子力規制機関のウィットマン機関長、アメリカ原子力規制委員会のメザーブ元委員長、フランス原子力安全規制当局のラコスト元委員長を委員会にお招きしてご意見を伺いました。我々はこのようなレビューを今後も広げていきたいと考えており、その意味でも今日のような機会は非常に貴重なものと考えています。事故の教訓として学んだことの一つに、国際的に開かれた規制組織の必要性があります。私は委員会が発足するとき、国民に対して
日本の原子力規制を世界で最も厳しいレベルに維持し続けると約束いたしました。これは当委員会にとっても大変厳しい目標であります。我々自身が常に世界の最新事例に触れ規制そのものを更新し続けなければならないからであります。もちろん皆さん各国の規制機関から学ばない限りこういった目標は達成できないと思います。詳しくは午後のセッションで大島健三委員が、発表しますが、安全規制だけではなく核セキュリティの面でも人材育成の面でも各国の規制機関に機関のご協力が必要であります。私は今日世界の原子力規制分野で主導的役割を果たされる皆さんを前にこのような報告ができたことを大変嬉しく思っています。事故というきっかけではありましたが日本の原子力規制を立て直すスタートをやっと切ることができたという気持ちであります。しかし一方で改めて背筋が伸びる思いでもあります。この発表は国際社会に対する我々の決意表明でもあります。国民の健康を第一に考え事故から学び科学的に冷静で厳しい規制の実現に向けてスタートを切ったこの道筋を着実に前進したいと思います。ご清聴ありがとうございました。 Thank you very much for your kindness.